カブすき焼きチャンネル。はい、どうも、カープスキジャケチャンネルです。今回は16日の西武戦振り返りたいと思います。というわけでタイトルはこちら、床田投手の素晴らしいピッチングで完封勝利したゲームを振り返りたいと思いますので、ぜひ動画最後までご覧ください。このチャンネルではカープに関する動画を多く上げておりますので、カープファンの方やプロ野球ファンの方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは内容に参りましょう。はい、というわけで16日の西武戦ですが、2対0でカープが完封勝利ということで、先発の床田投手が今シーズン初のですね、完封勝利、見事なピッチング見せてくれました。これで交流戦の勝ち越しの望みをつないだということで、まずね、最後のカード頭を取れたというところ、非常にねでかいかなと思いますので、この勢いのままもう3立てしてもらってですね、交流戦勝ち越しで終わってほしいなというふうに思います。で、この試合のスタメンこちらになってます。西武の先発が左投手の隅田投手ということもありまして、右バッター並べてきたというところになってます。6番にライトで末金選手で、7番にファーストドーベイ選手で、8番ねキャッチャー相澤選手というところで、今シーズンここまで床田投手、坂倉選手と組んでいたんですけど、まあ、ここのね意図はちょっとわからないですね。まあ、ピッチャーが左ピッチャーなので相澤選手使ったのか、それともね、まあ、気分転換も兼ねてキャッチャー相澤選手にしたのかわからないというところはあるんですけど、まあ、結果的にねこのバッテリーで完封勝利したということで、まあ、配球もピッチングも素晴らしかったんじゃないかなと思います。で、得点振り返りますと、5回の裏です。6番末金選手がバックスクリーンへのソロホームランで先制します。そして続く堂林選手も右中間へソロホームランということで2得点挙げて、結局この2点のまま2対0で試合終了したというゲームです。はい、では野手陣の気になるポイントです。まずポジティブ要素ですが、末金選手、これぞ長距離砲の今季第1号ホームランということで、5回に先制ホームランを放った末金選手ですね。もうこのねホームラン素晴らしかったかなと思います。真ん中低めのねまっすぐをね捉えた打球なんですけど、もうライナー系のね弾道で、まあ、バックスクリーンまで行くというところがね長距離砲パワーがあるなと思う一発だったと思います。あそのね弾道でスタンド持ってきるっていうのはね、やっぱり末金選手の魅力、右のね長距離砲としての期待がかかるゆえんだと思いますので、素晴らしいバッティングだったと思います。カウント見ましてもノーボール2ストライクとね追い込まれていたんですけど、まあ、そんな中でも甘い球来たらしっかり振るぞというようなねとこが伝わってくる一撃だったので、非常にね良かったと思います。これでね1軍上がってきてからですね、本当にいいアピール続けて、まあ、6打数3安打というところ打ってますし、でホームラン1本ツーベース1本というところで、まあ、求められる長打というところも、アピールできてますので、非常にいいなと思います。でこの試合もね、5回始まるまで隅田投手の前に三振もいっぱいね、チーム全体としてなかなか打てないというところで、5回の裏のね攻撃の前に円陣を組んで、その先頭の末金選手がいきなりホームラン、これでまあね一気に堂林選手も次ホームラン打ったようにカープのね流れが来たと思うので、やっぱりホームランっていうのはねいいですね。もうこういう停滞したゲームも一気にね、打開できますので、そういうホームラン打てるというねバッター末金選手はかなり貴重だなと思います。この前の試合もねレフトフェンスギリギリのフライもありましたし、この試合もね3打席目もサードへのライナー非常にいい当たりでしたので、こういう風にバッティングでねアピールしてほしいなと思います。またね、まあ、この試合もチェンジアップの、ね、タイミング合わずに空振りするという場面もね多くて、まだまだね変化球の対応といったところは、若干の課題はあるんですけど、まあ、それでもね今シーズン1軍上がって初打席は松井投手のね変化球を宇宙間に打ってツーベースにしたり、でこういう風に甘いまっすぐが来たら、まあ、得意のまっすぐ来たらホームランにできるというところを見せてくれてますので、まあ、こういったね甘い球来たら確実に捉えるというアプローチを続けながら、まあ、苦手のね変化球といったところもなんとか食らいついていくというバッティングしてほしいなと思います。まあ、こういうバッティング見せてくれたので、またねスタメンでね見たいなと思ったので、まあ、次の試合どうなるかわからないんですけど、まあ、ぜひスタメンで起用してほしいなというふうなね思わせてくれるような本当に素晴らしいライナーでのバックスクリーンのホームランでした。ナイスバッティングでした。続いて堂林選手が5月19日以来の一発となりました。でさらに末金選手との2者連続ホームランということで、これがなんとね今シーズンチーム初の2者連続ホームランになりました。このね堂林選手の一発もね素晴らしかったですね。3ボール2ストライクというカウントでまっすぐを右中間に運んだというところで、まあ、久しぶりにね堂林選手が右中間運ぶホームラン見たかなと思います。2020年なんかね調子いい時は、まあ、こういうね右中間へのホームランっていうのもね多く見れていたんですけど、まあ、ちょっと
ね、今シーズンあまり見れていないというところで、まあ2本目のね、ホームランはバックスクリーン、甲子園のバックスクリーンね、運ぶ一発で良かったなと思うので、まあそれに続いて逆方向へのホームランですので、まあこういう一発がね、増えてくればいいかなと思いますし、まあこのドバイ選手の一発があって2対0と大きくね、点差広がったのもね、良かったと思います。まあ1対0と2対0じゃね、違いますので、そこも床田投手の助け後押しになったかなと思います。ドバイ選手もね、まあやっぱりこの試合も2三振しているようにで、チェンジアップであったり外のスライダーにね、まだまだバット回ってしまうというね弱点はあるんですけど、まあこういう風に甘い球来たら確実に仕留めるというバッティングをねしてくれれば、まあ代打の切り札としても使えますし、こういうねたまにのスタメンで結果も残せるかなと思いますので、このバッティングをね継続してほしいと思いますし、やっぱりこちらも一発があるバッターとして非常に期待のね、できるバッターで、まあ個人的にもかなり好きな選手ですので、まあもう三振が多いのはね、まあ本当は良くないんですけども仕方ないと割り切ってもらって、こういうね逆方向への長打とかねホームランをねもっともっと打ってほしいと思いますので、まあこの試合の一発の感覚というところをね忘れずに次の試合からも頑張ってほしいと思います。で、3つ目、葉月選手ですね。今シーズン5個目の盗塁を8回裏に決めたというところで、まあ、今シーズン5盗塁成功で失敗わずか1ということで、まあ、ここのね、成功率というところがね、非常にいいかなと思います。カープね、今年盗塁数はね、多いんですけど、まあ、実は盗塁失敗数もリーグ1位というところで、まあ、ちょっと仕掛けてる分、盗塁数の成功数が多くなってるだけというところがあります。で、その中で、このね、葉月選手は、盗塁5個決めて失敗は1つだけというね、成功率も高いので、こういう終盤のダイソーで決めてくれるというところも心強いですし、まあ、走れるね、勇気があるというところは素晴らしいと思います。まあ、タイミング的にはねちょっとアウトだったかもしれないんですけど、まあ、キャッチャーの送球エラーも重なって成功というところもありました。まあ、相手もね左ピッチャーだったんですけど、まあ、その中でしっかりと決めれるようなセーフになるようなタイミングで走れたというところもでかいと思います。で、こういうふうに終盤1点欲しいというところでは、こういったね盗塁のスペシャリストというところがね生きてきますので、これからもダイソーでも頑張ってほしいですし、もちろんねこの前佐々木朗希投手から打ったようにバッティングでもね期待できますので、そのスタメンの機会というところもねあれば頑張ってほしいと思います。で、反省ポイントなんですけど、デビッドソン選手ですね、4試合連続アウトでストップということで、ここ最近ねいいバッティング見せていたんですけど、ちょっとこの試合はバッティングの内容的にもいまいちで2三振してしまったというところで、チェンジアップのねタイミング合ってなかったかなと思いますので、まあ、左ピッチャーね右バッターから逃げるようなチェンジアップ、そういったところにねまだ課題があるかと思います。まあそんな中でもね、2打席目か3打席目はそのチェンジアップ当てて、ボンドになったんですけど、まあ、しっかり対応できたというところで、修正力じゃないですけど、そういうコンパクトに打てるというところも見せてくれてましたので、まあ、そういったところもねいろんな球種見ながらこれから状態もっと上げていってほしいなというふうに思います。で、この試合もチャンスでタイムリーが打てずというところで、まあ、勝ったからねいいのかなとは思うんですけど、まあ、ちょっとやっぱりここ数試合ねチャンスでタイムリーが出ていないなというところで、まあ、4回の裏もツーアウト 1,2 塁でデビッドソン選手が三振してしまったというシーンもありましたし、8回の裏もですね、まあ、ツーアウト 2,3 塁というチャンス作ったんですけど、西川選手がショートゴロというところで、まあ、源田選手うまかったんですけど、あと1本がね出ないというところで、まあ、終盤ねここで1本出ていればダメ押しでもっとね楽に投げれていたかなと思うんですけど、そのね1本が出ないというところ、まあ、そういったところで勝ちパターンのね消費が続いているのかなと思うので、まあ、そろそろねもう何回も言ってるんですけど、こういうチャンスで1本打ってもっと楽にね勝てる試合増やしてほしいなというふうに思いますので、まあ、得点源といったところで、なんとか効果的な一打を打てるようにね頑張ってほしいと思いますので、まあ、チャンスはね本当作れているので、ここの1本が出だすというところをね期待して待ちたいと思います。はい、では先発床田投手のまとめです。今シーズン初完封ということで9回を投げて115球、被安打5、四死球は2つ、三振3つ、失点0という素晴らしい内容で今シーズン初完封でした。今日の床田投手なんですけど、いつものようにストライク先行の投球ということで、今シーズンの、ね、床田投手の特徴ですね、どんどんストライクでテンポよく投げて勝負していくというピッチングができていましたので、まあ、こういうピッチングができるからこそね、今シーズンは球数少なめで投げれるというところで、まあ、115球で完封できたということがあるかなと思います。
で、この試合ツーシームがね、まあ、いつもより良かったというところで、割合で見てもストレートと同じ割合投げてまして、まあ、軸としてました。このツーシームを軸として、まあ、ゴロ 20% フライ 15% といったところで、このツーシームをね打たせて取るピッチングができていたかなというふうに思います。で、ストレートもねもちろん良くて、右バッターにはインコースもストレートバンバンついてましたし、でそのねうちのストレートをね見せるということで、まあ、バッターね外に来た逃げる球ツーシームをね、ちょこんと当てるだけでボンだというシーンがね多かったので、まあ、その組み立てといったところも良かったと思います。で、パームもね今日は比較的決まっていて、タイミング外せていたので良かったと思いますし、まあ、スライダーなんかもね空振り取れていましたので、変化球といったところも良くて、それでツーシームで最終的に打たせて取るというところができて良かったのかなというふうに思います。で、この試合前ですね、ターリー投手抹消というところで、まあ、こちらはね、リフレッシュを兼ねて、まあ、来週月曜からお休みですので、そこのお休みと重ねて一回抹消させて、中継ぎがね、ちょっと勝ちパターン一人いなくなったというところで、どうなるのかなという中でしたが、まあ、徳田投手がいきなり完封してくれたというところで、まあ、そこの懸念もなく、で、さらに中継ぎのね、あの、勝ちパターン、かなり交流戦入って使ってますので、疲れも溜まって、まあ、ターリー投手も本当に変化球曲がらなくなったりして、しんどい時期だと思うので、そんな中で徳田投手完封して全員中継ぎが休めたというところは非常にでかいなと思いますし、でしかもこれねカード頭でやってくれたので、まあ、土日中継ぎが頑張れるようになったということで、次の試合に、生きるような完封でしたので、非常にね助かるピッチングでした。今シーズン本当にねいいピッチング、安定したピッチングをね続けて、これで防御率も 1.69 ですので、まだまだね今シーズン投げてもらって、このね好調維持して、あとは怪我ですね、やっぱり怪我に気をつけて頑張ってほしいなと思います。ナイスピッチングでした。では次の試合です。カープ予告先発森下投手、西武の予告先発高橋光成投手となっております。カープの森下投手ですが、今シーズンここまで防御率1点台というところで非常に安定したピッチング見せています。交流戦入ってもソフトバンク相手に7回無失点、ロッテ相手に7回3失点と、パリーグの、ね、上位チーム相手に、ね、非常にいいピッチング見せてくれてますので、期待したいと思っています。で、一方の西武先発高橋光成投手も、こちらもですねここまで防御率1点台 1.87 というふうにね抜群の安定感を誇っていますので、まあ、なかなか打つことは難しいのかなというふうに思ってます。11先発して10登板がでね、クオリティスタートというね安定感ありますので、まあ、かなり難敵になってくるかと思います。まあ、なのでこの試合はね、まあ、投手戦になるのかなというふうに思ってます。で、注目したい選手はね、やっぱ秋山選手ですね。フルスというところの対戦ですので、秋山選手になんとか1本打って試合をね決めるような一打期待したいと思っています。で、連勝で交流戦5割以上に王手をというところでですね、もうこの試合勝てば交流戦、今始まる前8勝8敗ですので、まあ、勝てば交流戦5割になるというところですので、もう5割決定づけてもらって、もうなんならねこのまま3立てして10勝8敗の2つの勝ち越しで終わってほしいなというふうに思いますので、まあ、そういった意味でも大切な試合になるというところなので、まあ、打線がねなんとか奮起して、好投手相手なんですけど奮起してもらって楽に勝てるゲームというところをしてほしいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。末金選手、ドバイ選手の素晴らしい一発、さらに徳田投手の完封で見事な勝利収められたと思いますので、交流戦残り2戦も勝ってもらって勝ち越し決めてもらいたいと思います。このチャンネルの登録高評価もよろしくお願いいたします。それではカープの勝利を祈りまして、ガガガガガムシャラカープ頑張れ。